浮島の森浮島の森とは、和歌山県新宮市に存在する植物群落である。新宮伊沢浮島植物群落として、1927年4月8日に、国の天然記念物に指定された。植物群落の全体が、小地に浮かぶデータンでできた島の上にあることから、こう呼ばれる。和歌山県新宮市にある、日本最大の浮島である。 島全体と島が浮かぶ小地の底が植物遺体に由来する暗褐色のデータン層で構成されている。データン層は島上の上位データン層と沼底の下位データン層に分かれており、島上の部分では30から60センチメートル、沼底部では少なくとも300センチメートルの厚みがあることが確認されている。両層の間には水層、または水分に富む層が存在し、 上位データン層は、浮遊状態を維持している、データン浮遊体である。浮島を構成するデータンとは、植物遺体の分解物及び、分解中間性生成物である。そうした材質のために、浮島はその名の通りに水に浮かび、1945年頃までは、台風や、高天などで、大風が吹いたり、島の地表で強く足踏みするなどすると、島全体が揺れ動いたという。 縄文時代前期の改震期には、海岸線が現在の新宮市街に大きく侵入しており、現在の新宮市中心市街の全体が入江状の湾になっていた。縄文時代の中期から終わりにかけて、海岸線が交代を始めるとともに、地層や石湖からなる湿地帯が広がるようになった。浮島周辺の地層は、新宮市域の地質の基盤となる、熊野総群及び、 熊野山成花なりえ悪いの上に成立した中積定地である。この中積定地の地質的構成は、歴、砂、シルトからなる下層部の上に粘土層及び海製シルト質粘土層からなる中部層が積み重なり、そのさらに上層は低炭層、または砂礫層となっている。中部層は有機物に富み、長寒帯に生息する巻き貝や、 内湾底に生息する二枚貝などの化石が多く、産するほか、下層部との間に、およそ6300年前のものと推定される赤穂や火山埋層があることから、縄文海新規の内湾の堆積物であることがわかる。上部層のデータン層は、縄文時代後期の解体に伴って広がった、小卓に堆積したものとみられ、河川性の堆積物は欠けている。これらのことから、 浮島は内湾から翔太へという変遷を経て、正択の中で成立したものであると、いえ、時に言われるような、熊野川の直接的な作用による形成を示す。証拠は見られない。この正択は、熊野川沿いの自然堤防や大浜沿いの浜包み、あるいは断球などによって囲まれていたために長く残り、近世初頭までは、かなりの広さがあったと伝えられている。加えて、 豊富な地下水の供給に恵まれたことで、招地で枯死した植物の遺体が腐敗することなく、データン上に変化したことが、データン層の形成に効果的に作用したとみられ、浮島を形成するデータンは、この承諾地で形成されたものである。データン層の堆積年代についてはいくつかの年代測定が行われてきたが、2000年に、新宮伊沢浮島植物群落調査委員会が実施した。 放射性炭素年代測定の結果から推定されるところによれば、水槽の直上のデータン層が堆積したのは1710年の前後40年ほどの期間とみられ、歴史的には放映年間前後の江戸時代初期と重なる。これらから求められるデータンの堆積速度は1.9から2.3ミ、mm、リメートル年となり、一般的な堆積速度からするとかなり大きい。 浮遊する浮島の成立の要因として指摘されるのは浮遊体を形成する泥炭層の存在及び低炭層を浮遊させる水位の上昇の2点である。上位低炭層は水平方向に伸びた太い植物根や倒木が骨組みとなって植物根や植物繊維を補足する構造となっているために浮遊状態を維持するのに適している。また上位層と海層では含有する。 植物遺体や、その分解程度などの特性に相違が見られるため、両層は融合しにくくなっている。浮島周辺の小宅地も、周囲の開発が進んで規模が狭められたことで水位の上昇が起こった可能性がある。貴族風土器には、樹木の生えた浮島があり、その上で飛び跳ねると音を立てて動いた胸の記述が見られるが、貴族風土器の変纂年代と、 放射性炭素年代測定の結果が符号することから、江戸時代の前期末から中期との推定が傍聴される。浮島の森で注目すべきは、島の植物群落である。樹木の種類こそ杉、山桃、犬梅もどき、ツ筒ジ、ヤブニッケイ、小判餅、大民立花など、当地の平均的なものと変わらないものの、高緯度構想出現に生育する、大水苔や、 本来はより寒冷な土地にしか生育しない山鳥千万や水苔と団地の植物である鉄星だが同時に見られ、1999年から2000年にかけての調査では64か125種類の植物が確認された。このように、寒地団地両方の植物が混在するだけでなく、温暖な南国のそれも都市の真っただ中にある低湿地に、 高原性の植物まで見られるという植物学的に極めて珍しい根性群落を成しているばかりか島の上に天然杉を優先種とする森林が構成されている。こうした特徴のために天然記念物に指定された。島内の遊歩道また近世以前には神総神社を拠点とする神宗星の聖地、行場と見られていた。島には おいの伝説と呼ばれる伝説が残されており、俗用に歌われている。概要を記すと、以下のようになる。この島の付近に、おいのという娘が住んでいた。ある日、おいのは、父親と共に滝木取りに島に渡った。昼飯時に弁当を開いた父子だったが、箸を忘れてきたことに気がついた。おいのは、赤目がの枝を折り取って、箸の代わりにしようと、 森の奥深くに入っていったが、なかなか戻ってこない。怪しんだ父親が探しに行くと、まさに娘がおろちに飲み込まれようとしているところであった。驚いた父親が助けようとしたが、娘は、蛇の住む、底なしの糸についに引き込まれてしまった。浮島内には、蛇の穴と呼ばれる沼があり、伝説の糸であると言われている。上田明成はこの伝説に題材を取り、うげつ物語の一編。 邪章の因を表したと言われる。後にこの作品は谷崎純一郎によって儀曲化された。貴重な自然を持つ浮島の森だが、戦後の都市化に伴う乾燥と地下水位の低下、汚水の流入による水質悪化、冷炭素の飛行により大きな影響を受けている。昭和20年代までは島で強く足踏みをすると、 島全体が揺れ動く様子を見ることができたが、今日では西側の部分が水位の変化に応じてわずかに上昇、沈降するのみで島全体が浮遊、移動することはなくなった。これは島が沼地の底に座礁したためで、特に堆積物の流入口となっていた北側で、最も広範囲の座礁が見られ、周囲の埋め立てが進んだ東側、南側でも座礁が認められる。 もっとも環境が悪化した時期には、島は流入した堆積物によって取り囲まれて陸側に捕獲された状態であったが、それらの堆積物は水質の悪化した小択水が森の内部へ直接流入することを妨げてもいた。しかしながら水質の悪化による悪影響は植物群落の衰弱として現れるようになり、山鳥全イの株数現象、杉の残し、 水苔の減少をはじめとする寒地、高原性の植物の減少、新芽の発芽の困難だけでなく、ハゼの木や外来種の増加など悪影響が著しい。浮島の森の保存対策は早い時期のものでは、1953年から1954年にかけて国庫補助を受けて、春節等の工事が実施されており、その後、1976年には国庫補助による 排水路工事により土砂流入が防がれるようになった。しかし、都市化の進展に伴う地下水位の低下と流水の枯渇はなおも著しく、水源を道路側溝からの雨水と家庭雑排水の混入した下水に頼らざるを得なくなったため、悪臭が漂うほどになり、著しい環境の悪化が見られた。そこで、1988年から1991年にかけて、 していつなえ、京都大学名誉教授を委員長とし、地元の専門からを交えた、新宮伊沢浮島植物群落調査委員会により、保存対策のための基本的調査研究が実施され、その成果が完工された。これに次ぐ、1992年から1993年にかけては、周辺の下水路を改修整備して、下水流入を完全に阻止するとともに、 井戸を掘削してその水を導入することによる水質の改善が図られた。これにより、大水苔の繁殖面積が拡大するといった状況の好転が確認された。1993年には、新宮伊沢浮島植物群落調査委員会による新宮伊沢浮島植物群落基盤調査報告が刊行され、長年にわたって流入した堆積物を処理し、 浮島植物群落を再生させるための基礎調査がまとめられた。この調査では、ハンドボーリングや水中ビデオ撮影といった手法により、浮島の株構造について多くの成果が得られ、浮島が座礁しつつも過労じて浮遊状態を保っていることが確認された。この後、平成6年度から平成8年度にかけて、小宅池の春節が行われたほか 浮島の小宅地に流入する下川、浮島川に熊野川からの取水を導入することによる水質改善事業が国と和歌山県により行われた。この事業は熊野川河口より 3.4km の付近から毎秒1トンの水を取水し、そのうち毎秒0.7トンを浮島川に分水導入するもので2000年3月からは工事途上であるため、 不定期であるとはいえ、導水が開始された。工事完了までは不定期な導水しかできない状況であったものの、導水開始前までは、環境基準値を大きく上回る4 0ラムエルモの BOD 値を示すこともあった浮島の森の水質は大幅な改善を示し、大水苔の繁殖範囲のさらなる拡大、山鳥ゼンマイや、杉尾病の発が、松原の再生等が見られ、 危機的であった、いくつかの植物の状況が改善された。郵便番号647-0014和歌山県、新宮市浮島、JR 西日本、JR 東海の帰省本線、新宮駅から徒歩6分。ありがとうございます。